それでは女子76キロ級優勝鈴木選手のインタビューを始めたいと思います。おめでとうございます。今のお気持ちからお願いします。本当に決勝戦を何もしない試合になってしまって、そうですね、世界3位になる前の自分にまたちょっと戻ってしまったっていうか、そういう試合になっちゃったと思います。左肩にがっちりとサポーターされてますけども、これが影響したとかそういったことはあったんでしょうか。そうですね、まあ、練習中にタックルに入ったらちょっと電気走ることが最近多くなってたので、でも、まあ、それでテーピングしたんですけど、まあ、試合になってタックル入れなかったのは、まあ、自分の心の問題だと思います。いや、かなり厳しい自己評価ですけれども、まあ、来年に向けてのお気持ちというのはいかがでしょうか。そうですね、世界選手権が終わってちょっと念願のメダルを取ったということで少し気が緩んでしまったので、またこれからレスリングと真摯な気持ちで向き合っていきたいと思います。75キロ級が76キロ級、1キロ上がったわけなんですけれども、まあ、これによって、まあ、外国選手もちょっと大きく感じるのかなと思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。当日計量というのもありますし、2日間計量しないといけないというのもあるので、やっぱり外国選手は減量もしていると思うので、その点では、まあ、今までとあまり変わりないかなと思います。まあ、東京オリンピックへ向けては未定といった時期もあったんですけれども、今はもうはっきり見えてるんじゃないですか。そう、まあ、今日の試合の反省も含めて、まあ、自分のことなのでしっかり自分で考えて自分が一番いいと思える結論を出したいと思います。他にございますでしょうか。改めまして今年、まあ、世界選手権3位ということもありまして、まあ、今大会最後の大会も全日本優勝ということで、改めて1年振り返ってもらってどんな1年だったんですか。そうですね、9月、8月に世界選手権があってメダルを取れて、2017年はいい年になるのかなと思ったんですけど、最後の最後でこういう試合をしてしまったので少しですね、後悔というか反省のある年になったと思います。来年はしっかりまた練習して自分から入れるようなレスリングをしていきたいと思います。他によろしいでしょうか。じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。